こんにちは、食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回はお米を食べると甘いもの欲は収まるのかというところで、ダイエット中の甘いもの欲対策としてよくお米を食べなさいって言われること聞くと思うんですね。で、これに対して私の考えについて今回は述べていきたいと思います。具体的な内容として、まずはじめに話の結論になるんですけど、お米を食べると甘いもの欲は本当に収まるのかっていうことについてお話しします。その上で、じゃあお米を食べて甘いもの欲が収まる人にはどういう風な特徴があるのか、逆にお米を食べても甘いもの欲が収まらない人にはどういう風な特徴があるのかっていうことについて解説します。今回の動画を見ることによって、今あなたが甘いもの欲が収まらないのであれば、あなたがやるべきことはお米を食べることなのか、もしくは他のことをやらないといけないのかっていうことが理解できるようになります。もし今あなたがどうしても甘いもの欲が収まらなくて困っている、お米を食べようかどうか悩んでいるっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。まずはじめに、お米を食べると甘いもの欲が収まるのかっていうところなんですけど、これは SNS で糖質制限以外のダイエット情報を発信している人の多くが言ってることだと思います。甘いもの欲が収まらないんであれば、とりあえずお米をしっかり食べてください、お米の量を増やしましょうねっていうことですね。まあ、Twitter や YouTube とか見てるとそういう発信してる人って多いですよね。で、私も実際そういう風な発信をしてることは多いです。ただですね、甘いもの欲が収まらない人が全員お米を食べると落ち着くのかどうなのかっていうと、それはありえないという風に考えています。でもこれはですね、考えればわかると思うんですよ。甘いもの欲が収まらない原因って別に糖質不足だけではないですよね。他にも例えば糖質以外の栄養素が足りてなくても甘いものっていうのは欲します。例えば女性であれば鉄不足で甘いものを欲することもあります。またメンタル面の問題、例えばイライラしてしまって、そのイライラを発散するために甘いものを食べてしまったりとか、あとは何か不安があってその不安を解消するために甘いものをたくさん食べてしまったりとかっていう人もいますし、そうではなくて習慣的にもう食後に甘いものを食べるっていう行動が習慣化してしまって食べ過ぎている人もいるわけですね。なので甘いものを食べ過ぎてしまうイコールお米を食べればいいっていうような単純な話ではないっていうことです。もうこれはですね、おそらく私の動画を見てくれている方はみんな分かっていることだと思うんですけど、けどそれでもですね、やっぱり甘いものよく抑えるならお米を食べなさいっていう情報を見ると、あ、やっぱりお米を食べればいいんだ、じゃあお米をたくさん食べようっていう風な感じでやってしまって、それでうまくいかない人っていうのもいるんですね。なのでこういう風にですね、甘いもの欲が強い時にお米を食べると絶対その甘いもの欲が落ち着くのかっていうと、そうではない、人によるっていうことをしっかり理解しておいてください。じゃあお米を食べると甘いもの欲が落ち着く人ってどういう人かっていうと、もうこれはわかりますよね。単純に糖質を抑えている人です。例えば糖質制限で主食を毎食抜いているような人、そして甘いもの欲が強い人ってのはお米を食べることによって甘いもの欲が落ち着く可能性はかなり高いです。他にも主食っぽい、いわゆる低糖質食品を食べてるんだけど明らかに糖質量が少ない人、お米を食べてるんだけど1日1食で 100g ぐらいしか食べてないとか、パン1枚ぐらいしか食べてないっていう人も糖質が不足している可能性は高いです。またですね、結構見逃しがちなんですけど、オートミールばっかり食べてる人も糖質って不足しやすいです。だってオートミールって1食だいたい 30g 前後食べる人が多いんですけど、オートミール 30g って糖質だいたい 20g ぐらいしか入ってないんですよね。これって普通の人が1食で食べるお米の量の半分もないぐらいなんですよ。例えば3食オートミールを食べた時に主食で摂れる糖質って 60g ちょっとしかないんですよね。で、これにおかずとかで糖質を摂ったとしても 100g 超えない人が多いんですよ。なので、まあオートミールってですね、体にとってやっぱりものすごくいい食品なんですね。水溶性食物繊維が含まれていたりとか、あとは満足感が高かったりして、すごいおすすめの食材ではあるんですけど、1日の中で2食とか3食とかオートミールで主食を済ませている場合っていうのは糖質不足の可能性があります。このようにですね、明らかに糖質制限で主食を抜いている、もしくは主食を低糖質食品にしている、またオートミールばっかり食べているっていうような人っていうのは糖質が不足している可能性がかなり高いです。で、しかもですね、そういう人で糖質を足らないようにしようと思って間食で低糖質の甘いものを食べていたりとか、ナッツをボリボリ食べている人っていうのは糖質不足のサインが出てますので、こういう人っていうのはですね、やっぱお米を食べると甘いもの欲が落ち着く可能性は高いです。で、他にもですね、まあ、パンを何気なく毎日食べてしまっている人もですね、実はそれをお米に変えると甘いもの欲が落ち着く可能性って結構あるんですね。で、これはですね、パンっていうのは水分が少ないので満足感が低くなってしまいがちなんです。その一方でお米っていうのは水分量が多いので満足感が高くて、それによって甘いもの欲が落ち着きやすくなります。で、しかもパンと一緒に食べるものって結構甘いもの、まあ、ジャムだったりとか、あとは味が濃いような脂っこいもの、ウインナーとか、そういうものって多いじゃないですか。こういう風な組み合わせってですね、甘いもの欲を刺激しやすくなってしまうんですね。なので正直パンばっかり食べてるんであれば、それをお米に変えることで食欲が落ち着く場合っていうのも結構あります。
じゃあ逆にお米を食べても甘いものよく落ち着かない人ってどういう人なのかっていうと、例えばさっき言ったような感情で食べ過ぎてしまってる人とかですよね。甘いものをたくさん食べてる、そしてその前にイライラが起こってるとか不安が起こって、その感情の後に甘いものを食べ過ぎてしまってるような人はいくらお米で糖分を取っても甘いものよくは落ち着きませんよね。なんでかっていうと、甘いものよくが強くなってる原因が糖質不足、お米不足ではないからです。他にも鉄不足が原因で食欲が乱れてしまっている人、甘いものよくが強くなっている人っていうのもお米を取って解消する問題ではないです。で、こういう人はどういう人かっていうと、生理前の甘いものよく増進が強いとか、産後の甘いものよくがめちゃくちゃ強くなっているとか、そういう人ってのは鉄不足で甘いものよくが欲してる可能性が高いですので、お米を食べても落ち着かない、その代わり鉄をしっかり入れることによって食欲が落ち着く可能性はあります。またですね、糖質は制限してないんだけど甘いものは太るからダメっていう風な禁止にしてる人も、糖質不足が原因なのではなくて、禁止にしていることによって甘いもの欲が強くなってしまっているので糖質を取っても意味がないです。で、禁止食品っていうのはですね、やっぱり人間って禁止にされるとそれに対する欲求が強くなってしまうんですね。ある程度こう落ち着いてる時っていうのは食べたらダメだっていうのは分かってるんで食べないんですけど、少し疲れていたりとか寝不足があったりすると欲求がどんどん強くなって、しかも自分の抑制が効かなくなってしまって甘いものを反動でたくさん食べ過ぎてしまうんですね。なので禁止にするっていうのは基本的に良くないわけです。いつも食べるのがいいってわけじゃないんですよ。じゃなくて、これは絶対食べたらダメだっていうような禁止にするとそれに対する欲求が強くなるので、そういう風な人ってのもいくらお米を食べても甘いもの欲っていうのは落ち着かないです。このようにですね、はっきり言って甘いもの欲が強くなってしまうのってやっぱ人によって原因が全然違うわけですよ。ただですね、私の動画を見てくれてる方の多くはですね、糖質不足が原因で甘いもの欲を欲してる人っていうのは多いと思います。なので試しとしてですね、甘いもの欲が落ち着かない場合はお米の量を増やしてみるっていうことは一つやってみる価値はあると思います。で、お米を増やして甘いもの欲がどう変わるかを見るときにですね、注意してほしいのは、1日増やしたからってその日絶対甘いもの欲が落ち着くかっていうとそういうことはないんです。糖質が不足しているのであればやっぱり慢性的に不足しているので、お米を増やし始めて2週間ぐらいお米をしっかり食べて、その食欲、甘いもの欲がどう変わるかっていうのを見てください。どうしてもですね、私はお米不足が原因だからお米を一回食べてみようと思ってその日食べてみて、しっかりお米を食べたのにその後甘いものを食べてしまったって言って、やっぱり私はお米が原因じゃないんだって思い込んでしまう人いるんですけど、そんな1日でですね効果判定することは無理ですので、お米を食べて効果を判定するときっていうのは大体やっぱり2週間ぐらい経過を追って見てもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ確かにですね、本当お米を食べることによって甘いものよく落ち着く人多いですので、今言ったようにですね、どうしても収まらない、何が原因がよくわからないっていうのであれば、お米を食べてみるっていうのも有効な手段だと思いますので、実践してみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が良かったと思ったらぜひいいねボタンをお願いします。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。